ローソンのカップラーメン、ごま香る担々麺を食べてみた。価格は138円程度だったはず。味は悪くないけど抜きんでてはないかな。上蓋についている袋、中身はラー油っぽい赤い調味油。辛さは一般的な辛味。ラーメンのごまは適量、野菜は少なめかな。肉はミンチを乾燥させたような固形肉。スープの味は美味しいけど麺が少し残念かな。